なんだったら用事を済ませてから来てくれてもいいけど。あ、そろそろ夕方だし。それじゃあ2階に上がってて、お茶とコーヒーの用意があるから。それではお邪魔します。なるほどな。クリムゾン商会というのにそんな裏があったとは。最近帝都方面の情報が入りにくくなってたものね。ありがとう、おかげで助かったわ。いえ、お役に立てたら幸いです。しかし赤い星座の情報はそっちの方でも掴んでないわけ。ギルドって両兵団と小競り合いをすることが多いって聞くけど。確かに多いが、赤い星座クラスの大物と事を構える機会は滅多にない。下手をすればお互い全面戦争になりかねないからな。そこまで、ちょっとした小国の軍隊レベルみたいですね。数ある両兵団の中でも赤い星座は別格と言えるわね。大陸全土にコネクションを持ち、紛争の兆しあらば即座に介入して自分たちを高く売り込む。同じ両兵団で匹敵しそうなのは西風の旅団くらいかしら。確かルバージェの若頭の古巣だった場所だったっけ。あっちもあっちで歴戦の猛者どもが集まる両兵団だ。特に両兵王と呼ばれたトップは化け物みたいなやつだったが、半年前に投身、俺の親父と相打ちになったらしい。ランディ、いろいろあるみたいだな。一応その情報についてはギルドの方でも把握しているわ。ちなみに現在西風の旅団は活動を休止しているそうだけど、赤い星座の方は相変わらず精力的に活動しているみたいね。おじきが残っているからな。赤い星座の副団長オーガロッソ・シグモント、刀身と両兵王に匹敵するほどの化け物だ。その3人は特に有名だろう。話を聞く限りでは俺ですら太刀打ちできるかどうか。そんな風の牽制が太刀打ちできない。私の見る限りじゃ五分五分くらいかしら。剣士と両兵じゃ戦闘スタイルも得意とする間合いも違ってくるし。だな。あんたは確かに強いが、おじきも正真正銘の化け物だ。やり合えばお互いただじゃ済まねえだろう。ああ、分かっている。だが必要とあらば敵対することもあり得るだろう。問題は彼らが何の目的でクロスベル入りをしたかだが。結局そこですよね。これだけ情報を集めてもそこがわからないんじゃね。手がかりは帝国政府が絡んでいるってことくらい。それなんだけど、一つ気になる情報があるのよ。共和国方面でアリオスが掴んできてくれたんだけど。どんな情報ですか。ああ、ヘイユエについてだ。どうやら現在共和国政府がヘイユエの長老たちと何かの取引を行っているらしい。本当ですか。ヘイユエの長老ということはより中枢の人物たちですよね。それでね、もう一つのポイントなんだけど、その取引を主導したのがキリカローランって女性なの。それってまさかあのキリカさん。へえ、オークションの時に見かけた黒髪のお姉さんか。実は彼女は遊撃士協会とも縁がある人物でな、リベールのツァイス支部で受付をしていた経験もある。だが1年ほど前に引退し、
カルバードの情報機関に移籍した。その情報機関の名前をロックスミス機関という。そうだったんですか。ロックスミス、共和国の大統領の名前ですね。大統領主導で新たな情報機関が設立された話は聞きましたが、ちょっと待ってください。赤い星座とヘイユエは以前構想しているんですよね。その2つに二大国の諜報関係者がそれぞれ接触しているということは見事な対立構図が出来上がりつつあるというわけだ。まさかクロスベルの地で帝国と共和国の代理戦争を。当然その可能性も考えられるわね。特に明日からの通商会議ではエレボニアからは最小に王子、カルバードからは大統領が来るわ。お互い機に乗じて相手のトップを抹殺するつもりかもしれないけど。だがそれにしてはお互い接触を隠していないのは不自然だ。仮にヘイユエや赤い星座が動けば、そうした背景が明るみに出て国際社会の非難を招き寄せるだろう。帝国にしても共和国にしてもそれだけのリスクを負うとは思えん。確かに短絡的な攻撃を仕掛ける状況ではありませんね。でもそれならどうして。くそ、おじきども、一体何を考えてやがるんだ。いずれにせよ現在できつつある構図には何らかの意味があるはずです。多分俺たちが手に入れていない欠けたピースがあるはず。それを掴む必要がありそうですね。なるほどね。さすがロイド君、先回りされちゃったわね。実は我々も同じ見解でな。その欠けたピースについてはギルドの情報も駆使して現在当たりをつけている最中だ。そうだったんですか。そんじゃ何か分かったらこっちにも教えてくれんのか。ええ、新たな事実が判明次第警察本部にも連絡するわ。お前たちの方でも何か掴んだら知らせてくれ。明日からの3日間を何事もなく乗り切るためにな。了解しました。何か判明したらすぐにお知らせします。そっか、明日はしずくちゃんとデパートの屋上に行くんだな。うん、除幕式だっけ。一緒に見ようって約束したの。そうなんだ。あら、でもしずくちゃん、除幕式の様子を見るのは。雰囲気だけでも感じたいって言ってたよ。どんな感じかはキーヤが教えてあげるんだ。そっか、あの子もけなげだよな。ねえねえランディ、さっきから元気ないね。そんなことねえって。シャキーン、俺見ろ、いつも通りのクールでハンサムなナイスガイだろ。ナイスガイ？先輩、ナイスガイはさすがに死後なんじゃ。から元気も元気のうちってことかな。まぜ返すな後輩ども。でもランディ、あまり一人で思い詰めないでくれよな。そうね、こういう時のために私たちがいるんだから、くれぐれも自分だけで何とかしようと思わないでね。わかってるって。ただまあ一応俺の身内でもある連中だ。一度腹を割って話してみようとは思ってる。それは危険じゃないのか。まあ勝手知ったるってやつだ。しかし
おじきのやつ話があるとか抜かしながら全然音沙汰がねえんだよな。ルバーチ跡を訪ねてもイルスを使ってるみてえだし。そうなのか。さすがに腹が減ったな。そういや課長は今夜は遅くなるんだったよな。ああ、明日の除幕式の段取りが長引いてるみたいだからな。だったら今日は外食で済ませるのもいいかもしれないわね。あ、たまにはいいですね。するとそこのレストランか流浪飯店あたりになるかな。なあ、荷物を置いたらみんなで出かけようか。おらららサイト、どうしたの？なんかお客さんが来てるって言ってるよ。お客さん？ランディ、とにかく入ろうか。ランディのいとこの。どうもどうも、シャーリー・オルランドです。遅かったね、待ちくたびれちゃったよ。お前一体何しに来やがった？あ、釣れないな、ランディには。2年ぶりの可愛いいとこにそっけなさすぎるんじゃないの？いいから答えろ、何しに来やがった？いや、ここで何をしていた？ぬるいね、ランディに。対人トラップを仕掛けてたら入った瞬間にひき肉になってたよ。いつからそんなにふぬけになっちゃったのさ。あなたいきなり何を。心配しなくてもトラップとかは仕掛けてないよ。ランディに一人だったらそんなお遊びもありだったけど、戦争中でもない限り一般人は巻き込みたくないからね。こりゃまた過激な子だね。君、シャーリーと言ったか。改めて支援課のロイド・バニングスだ。あ、どうもどうも。こないだはごめんね、つい耳たぶ噛んじゃってさ。それはともかく、ここはクロスベル警察の分室で、君の座っているそのソファーも公費で賄われたものだ。トラップだの巻き込むだの、子供の前で不用意な発言は控えてもらおうか。ごめんごめん、つい懐かしかったからお兄にじゃれつきたくってさ。お前が俺に懐く玉か。大方おじきの使いで俺を呼びに来たんだろう。え、それって正解。パパが言ってたでしょ、いずれ話があるって。明日から忙しくなりそうだし、今晩あたりはどうかだってさ。あ、別に断ってもいいけど。断った場合は手段を選ばねえってんだろ。お見通しなんだよ、お前らのやり方はな。調子が戻ってきたみたいだね。パパはノイエブランで先にやってるけど、どうする？いいだろう。みんな、悪いが夕食は俺抜きで。ねえねえ、ランディ、このお姉ちゃん、ひょっとして悪い人？キア、キアちゃん、下がって。悪い人はひどいな。っていうか何その子、めちゃくちゃ可愛くない？うちで預かってる子でな、手を出したら殺すぞ。わかった、少なくともこのビルを爆破するのはやめておくよ。もちろん冗談だからね。なんて会話。こりゃ心臓に悪いね。まあそういうことだから、おじきんとこに顔を出してくる。今夜中には戻るから、あんま心配しないでくれや。でも
がに危ないんじゃ。なあランディ、だったら俺も挨拶に伺っていいかな。お？ロイドさん。一応支援課のリーダーとして同僚の身内に挨拶するのは礼儀だろうからな。それに高級クラブなんていい社会勉強になりそうだし。へえ、面白いねお兄さん。いいじゃんいいじゃん、せっかくだからついてきなよ。だったら僕もご一緒させてもらおうかな。高級クラブノイエブラン、一度遊んでみたかったんだよね。綺麗なお兄さんもどうぞ。あれ、ひょっとしてお姉さん？一応お兄さんってことになっているみたいだけど。うわ、何考えてんだお前ら。シャーリー、お前も勝手に話を進めんじゃねえ。まあまあ、車で送り迎えするからさ。そうだ、お姉さんたちも来る？あ、でもその子と狼はさすがに連れていけないな。エリ、ノエル、夕食はキーヤと済ませてくれ。それと課長に一応連絡を。ザイトは課長が戻るまでここの守りをよろしく頼む。お。でも分かった、留守の方は任せて。気をつけてください。ねえねえライド、どこかに出かけるの？ああ、ランディたちとちょっと出かけてくるよ。遅くなるかもしれないから夜更かししないで寝るんだぞ。どうしてこんなことに。まあ、腹をくくるしかないんじゃない。これは確かラインフォルト社の防弾リムジンだっけ。早速こんな代物まで買ったのか。さすがに景気がいいじゃねえか。おかげさまでがっぽり稼いでるからね。シャーリー様、お疲れ様です。それと若、ご無沙汰しておりました。ガレス、久しぶりだな。それはともかく、さすがに若ってのはよせよ。バルデル様の件、お聞きになったかと思います。本当に惜しい方、心よりお悔やみを申し上げます。ああ、締めっぽい話はなしなし。今夜はパーッと行くんだから、ささ乗って。お兄さんたちも早く早く。ああ、それじゃあ遠慮なく。お邪魔するよ。さすが豪華だね。両兵団ってのはそんなに儲かるのかい？うちは特別かな。資産家や大貴族のお得意様も多いし、1000万ミラとか普通に入ってくるよ。そんなに？トップクラスの両兵を抱えたらそれなりに維持費もかかるし、当然武装は最新のもの。そろそろ飛行船でも手に入れたかよ。それはまだ。やっぱり頑丈さだとリベールの軍用艇がいいんだけど、なかなか裏に流れないからね。ま、いざとなったら潜入して奪っちゃうって手もあるんだけど。冗談だよな。ま、そういうことにしとけ。そうですか、そんなことに。ええ、ごめんなさい。せっかくティオちゃんがまた連絡してくれたのに。いえ、話が聞けてよかったです。とりあえず今日はこれで。また連絡させてもらいます。ええ、わかったわ。ティオ、またね。その
あんまり心配しないでね。はい、失礼します。ロイドたち、本当に大丈夫なのかしら。相手が相手だけに、さすがに心配ですね。ああ、帰ったぞ。遅くなった。状況は変わっていないか。ええ、先ほど連絡した時のままで。私たちも店の近くで待機した方がいいんでしょうか。ま、そう心配すんな。ノイエブラン周辺には一家の監視も入ってるからな。あ、そうだったんですか。ただ連中がその気になれば監視の目も潰されるかもしれん。とにかく今夜はあいつらの帰りを待つしかねえだろう。こんな場所があったのか。ふん、繁華街でも超一等地だな。僕が顔を出してるホストクラブも近くにあるよ。そういえばこの店、前は議員先生の御用達だったけど、最近は外国の賓客が多いんだって。ああ、そうみたいだね。ちなみに今日は貸し切りだから遠慮なくくつろいじゃっていいよ。さ、入った入った。おい、自由気ままな子だね。ガレス、ご苦労さんだな。とんでもない。来たか、ランドルフ。おじき、随分唐突じゃねえか。前に会ってから2週間、何の音沙汰もなかったくせに。こちらもいろいろやることがあってな。しかしお前がこの場に連れを連れてくるとは、2年前のお前じゃ考えられんな。うちのリーダーは義理がたいんでね。はじめまして、クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。同じく支援課の準メンバー、ワジ・ヘミスフィアだよ。クリムゾン商会代表シグムント・オルランドだ。迷惑をかけた貸しもある。ゆっくりと飲んでいくがいい。ではお言葉に甘えて。ところで迷惑をかけたっていうのは急鉱山の一件でいいのかな。さてな、腹も減ってるんだろ。すぐに料理を持ってこさせよう。あ、パフェもう一つ追加ね。さて、積もる話もあるが、まずは客人、お前らからの質問に答えよう。それが目当ての一つだろうが。はい、話が早くて助かります。率直に言って、クロスベル警察はあなた方の動向に注目しています。特にどのような目的でクロスベルに滞在しているか。直球だな。俺たちがここにいる理由はいくつかあるが、もちろん最大の目的は契約を結んだからだ。それは帝国政府との契約ですか。ノーコメントだ。うちの業界にとっちゃ守秘義務に抵触するんでな。なるほど。それじゃあエレボニアのレクター大尉との関係は。ルバーチ跡地の買収でお世話になったそうじゃない。あのザレ事遣いか。鉄血の懐刀だけあってなかなか面白い小僧だ。案外竿あたりともいい勝負をするかもしれんな。
時期、あのメガネ野郎も知ってんのか。去年連中の縄張りをかき回した時にやり合った。正直ぬるい仕事だったが、奴の手勢には食い下がられてな。まさかこの町でも顔を合わせるとは思わなかったが。噂の院ってのには結局会えなかったんだよね。別の仕事をしてたらしくて、ニアミスだったみたいでさ。確かちょっと前までクロスベルにいたんでしょ。ああ、ルバーチェが消えてから音沙汰はねえらしいが。ってごまかすな。あのレクターってやつとの関係を聞いてんだろうが。つまりはノーコメントというわけだ。それ以上は察しろ。ち、いいさ、ランディ。ちなみに差し支えなければでいいんですが、今回の契約というのはどのくらいの額なんですか。お兄さん、目の付けどころがいいね。なるほど、そんな反応が出てくるくらいの額なんだ。1億ミラくらい出てるのかな。ノーコメントだとはぐらかしてもいいな。ま、今回の契約に関してはそのくらいの額と言っておこう。1億ミラ相当の契約。豪気だね。ろくでもねえことをやろうとしてるみてえだな。サービスはここまでだ。それじゃあそろそろ本題に入るとしよう。ランドルフ、前も言ったが休暇は終わりだ。貴様には近いうちに次の刀身を継いでもらう。刀身、親父さんの異名だっけ。ふざけんな。何を口走ってやがる。まさか酒に酔ったとか抜かすんじゃねえだろうな。簡単な話だ。赤い星座を率いるのは刀身でなくてはならん。そしてそれを継ぐのは兄貴の息子である貴様の義務だ。なんで俺が。刀身が必要ってんならあんたが継ぎゃいいだろう。なんならシャーリーでもいい。女じゃいけない理由はねえはずだ。俺はあくまで戦機、戦場を蹂躙するだけのもの。兄貴みたいにはなれんし、またなりたいとも思わん。それはこいつも同じ。いや、ある意味俺以上だろう。うんうん、シャーリーも刀身なんて柄じゃないな。ランドルフ、貴様には分かっているはずだ。兄貴がなぜ長年の宿敵と決着をつける気になったのかを。かつて兄貴は貴様に試練を与えた。そして貴様はそれを乗り越え、見事刀身を継ぐ器を示した。お前も気づいているはずだ。もう他の者にはなれぬこと。刀身を継ぐ試練。今はへたれてるけど、昔のランディ兄はすごかったよね。何せ西風の大部隊を撃破するためにあの村を。黙れ、頼むからそれ以上喋るな。ランディ、ダサ。ちょっとショックだな。これでも昔はランディ兄に憧れてたこともあったのにさ。そのくらいにしておけ。今夜は帰るぞ、シャーリー。うん、分かった。その姿、兄貴が見たらどう思うかよく考えてみよう。それ以上無様を晒す前に、従うか逃げるか抗うか決めるがいい。さもなくば死ね。おやすみ、ランディーニ。お兄さんたちもまたね。お嬢たちを連れてこなくてよかったぜ。
さすがに格好悪すぎだろう。ランディ、すまねえな、無様なところを見せちまったみたいだ。そんな風に言うなよ。どう考えてもおかしいのは彼らの方だろ。でもそこまでへこんでるところを見ると意外と図星だったみたいだね。マジ？嫌な野郎だ。ああ、この上もなく図星で。連中みたいですね。ま、お前が刀身ってのを継ぐって話はともかく、いろいろ収穫があったみたいだな。ああ、連中が今受けてるのは一億乱相当の契約。契約相手は流れからして帝国政府なのは間違いねえだ。それと明日から忙しくなりそうとか言ってたから、やっぱり通商会議の期間中に何かしでかすつもりみたいだね。そうなるとその1億の契約の内容だが、ロイド、どう思う？あ、はい。カルバード共和国、いや、仮にそうだった場合この時点で考えられるとすれば鉄血宰相の安全確保くらいだろう。あ、なるオズボーン宰相は帝国内に。そいつはありそうだな。うん、でもそれだと逆に宰相だって自分の護衛は引き連れて。確かに帝国にしても共和国にしてもかなりの護衛将校を同行。もちろんそういう表向きの護衛とは違うだろう。ただ彼らの動向を見る限り、様々な形でクロスベルト、それこそ俺たちや遊撃士と同じく確かに。ま、現時点で推測できるのは、明日は各国首脳が来訪しオルキスタワーの除幕式がある。ああ、ちなみにお前らにも現場に出てもらうぞ。現場ということは除幕式？どうやら赤い星座の方に目を奪われているみたいだからな。傍聴やテロ対策なんてのは本来お前らの仕事じゃない。ここらで気分を切り替えてもうちょっと状況を俯瞰してみろ。なるほど耳に痛え突っ込みだな。除幕式ということは警備に参加するということですか？ま、名目上はそうだが、それよりも除幕式の様子を観察することに専念しておけ。通商会議が始まる時の空気、首脳どものオーラなんかもな、また違った視野が持てるはずだ。了解しましたそれじゃ特等席から鑑賞させてもらおうかな。まだ起きていたのか。明日の出発は早い。いい加減寝たらどうだ。ああ、うん。一応こちらの報告にも目を通しておきたいからね。士官学校か。まさかお前がそこまで真面目に職務に励むとはな。あくまで名目上の理事でしかないけどね。あの子たちも頑張ってるみたいだし、このくらいはさせてもらわないと。まあいいだろう。しかしどうやら例の話は確かなようだな。海援校の手の者が密かに手を回しているようだ。あの人か。
そんなところじゃないかと思ったけど、規模の方はつかめているのかい？いや、そちらは不明のままだ。情報局もそのあたりはつかみ損ねているようだな。自業自得とはいえ、最小殿も災難だね。意外と僕もまとめてターゲットにするつもりかな。シャレになっていないぞ。やはり第7師団からの護衛を増員した方がいいのではないか。今からねじ込むことも可能だろう。いや、それには及ばない。最小殿ならともかく、僕のキャラでそれをやったら気づいたイメージも台無しだろ。それに僕には君がいるからね。君の腕の中で守ってもらえればもうそれだけで十分さ。さて、俺も早く寝るか。すみません、調子に乗りました。いずれにしても明日のうちに姫殿下と話をしておきたいかな。そちらの段取りはどうだい？ああ、巡査殿と連絡は取れている。明日の昼食会の後、夕方くらいの時間になるだろう。そうか。一年ぶりくらいかな。エステル君たちが残っていたら同窓会が開けたんだけどね。シェラ君も忙しそうだから出張できる余裕はなさそうだし。そうだな。ま、せいぜい僕は最先端のアーバンリゾートを満喫させてもらうとするさ。あ、君と巡査殿の相引きを邪魔するつもりはないから安心してくれたまえ。なんだったら噂のテーマパークでデートしてきたらどうだい？余計なお世話だ、アホ。しかしいつも以上にくだらんざれ事が多いようだが、まさかよからぬことを考えてるんじゃないだろうな。ギク。あはは、やだな。そんなわけないじゃないか。明日は首に縄でもつけておくか。まあ多分これが最後の外遊になるだろう。最小殿の狙いを探りつつ大陸全土の動向も見極める。相変わらず苦労をかけるけど、よろしく頼むよ、親友。無論だ。いい風。この雲の流れ具合だと向こうの方も晴れなのかしら。いつもご苦労様。やっぱり共和国方面でも火種がくすぶっているみたい。そして兵衛の存在と大陸有数の両兵団の介入、やはり鉄血宰相の配下として動いているのは。何でもないわ。明日は北東に向かうから、このまま船に乗っていてね。いくらあなたでも外国までついていくのは大変でしょうから。殿下、こちらにいらっしゃいましたか。風に当たりたくなって。どうやら明日からの会議に少し緊張しているみたいです。ご冗談を。ああ、ジーク、戻ってきていたのか。これを R&A リサーチからの報告を届けてくれました。リシャール殿からの。拝見させていただきます。急進的な民族主義者、それに共和国政府の動きですか。どうやら想定外の事態が各方面で進行しているようですね。ええ、王子とお会いしたらそのあたりもご相談しないと。それとちょっとしたつてを頼らせてもらうかもしれません。つてですか。ええ、本当に頼っていいのか見極める必要がありますけど、
もしかしたら私たちの助けになってくれるかもしれません。ああ、エステル君たちが言っていたという。なるほど。ギルド方面とは別に当たってみる価値はありそうですね。ええ、おばあ様が主導された不戦条約が結ばれて2年、戦争は回避できましたが、大陸全土で目に見えない圧力が高まりつつあるようです。なんとか不戦条約に代わる新たな枠組みを模索しないと。なるほど、なかなかどうして使いやすい端末じゃないか。財団きっての天才 SE、 ヨナ・セイクリッド少年か。旧式のネットワークとはいえ、ここまでの環境を構築するとはね。レンが捕捉されたっていうのもあながちまぐれじゃなさそうだな。アストラルのコードのインストールを完了。それじゃあ始めようかな。位相空間にアクセス。動力ネットの全領域をサーチ開始。複数ルートからの侵入経路を確保。第1、第2、第3防壁をクリア。ロジックキーの解析に成功。メイン端末への最終防壁を攻略。さすが博士が自慢するだけはあるかもね。さてと、お楽しみは取っておくとして、仕掛けのネタを漁ろうかな。おっと、こっちで踏んじゃったか。やるね、そばかすくん。でもこの仕掛けだと明日くらいまでバレないかな。せっかくだからいろいろ楽しませてもらおっと。This is kind of wild because it's Toa. Toa's here. Are we going to get to talk to Toa?
because I'm kind of psyched for that. The dignitaries. This is blue. Is this Claudia? No, but she would be coming by airship. Right? So this is playing like Calvert. That's Kilika there. President Samuel Rocksmith. I think that's Kilika. Hospital Airport. There's the airship. Claudia. Landing in. Osborne, see his smug face as he walked by. Ugh. It sounds like Claudia might enlist the SSS. Because apparently, I guess Estelle and Joshua told her about us, maybe? Representative for the Liberal Kingdom, Princess Claudia von Auslis. I'm a Faria. Everybody's here. すごいな。ええ、さすが一国をまとめ上げる人たちばかりね。しかし鉄血宰相か、かなりガタイがいいじゃねえか。共和国の大統領の方はひょうひょうとしたタヌキって感じだね。リベールのクローディア王太女も素敵ですね。それにあのユリア巡査をこんなところで見られるなんて。各国首脳の皆様、ようこそ遠路はるばるクロスベルへいらっしゃいました。クロスベル市の市長ディーター・クロイスであります。この度は西ゼムリア通商会議に参加していただき誠にありがとうございます。通例ならばこの場で歓迎の意とともに開会宣言をさせていただくところですが、その前にこの記念すべき日にこと寄せて皆様のお時間をいただきたいと思います。ご紹介申し上げます。クロスベル市の新市長者として貿易金融都市クロスベルを象徴する新たなるランドマークとして、何よりも大陸全土の平和と発展に貢献する国際交流センターとして皆様にお披露目させていただく大陸史上初の超高層ビルディング、オルキスタワーであります。わ、
これがオルキスタワー。概要は知っていたけど、ここまで壮麗だったなんて。なんだか見てるだけで圧倒されそうですね。ありえねえだろ、どんだけミラがかかってんだよ。気の遠くなるようなミラが投入されたんだろうね。いやはや、さすがに度肝を抜かれたね。技術の進歩というのは凄まじいものだな。まるでリベルアークを思い出してしまいますね。ええ、さすがにアクシスピラーほどの高さではありませんが。なんとも豪気じゃないか。君の報告は受けていたが、まさかここまでとはな。ええ、私も実物がここまでとは思いませんでした。さすがは IBC の資本力といったところでしょうか。実際大したものだ。この因縁の地にこれほどの大伽藍を築くとは。とりあえず一度屋上に登ってみたいね。市長さんに頼んでみたら登らせてくれっかな。それでは改めまして、首脳の方々およびこの場にいる全ての関係者の立ち会いのもと、西ゼムリア通商会議の開催を宣言させていただきます。Oh shit, look who it is. 大したものですね。Cao and... 素晴らしい。Even the assassin. この光景を見ただけでも、クロスベルに来た甲斐があったというものです。首相のことを。まあいい。私は行くぞ。どうも奇妙なネズミどもが入り込んでいるようだからな。ええ。そちらはお任せします。それと、明日のイベントにはぜひとも協力をお願いしますよ。あなたが来てくださるだけで相当な箔がつきますからね。まあいいだろう。さらば。相変わらず神出鬼没ですね。あの気まぐれさえなければこちらも助かるのですが。どうやら気まぐれというわけではなさそうです。彼がこちらに協力してくれるタイミングにはルールがある。それを見極めておけばめったに断られたりしませんから。そうなのですか。しかしそのルールとは一体。まだ秘密です。ここまでは段取り通り。明日のイベントの成功のためもう一頑張りしておきましょう。はっ。うわあ、あのビルとんでもないね。ねえねえ、シャーリーたちでぶっ壊せたりしないかな。気持ちはわかるがやめとけ。いずれあのビルにも役立ってもらうつもりだからな。ああ、残念。まあいいや、町の方もぶらついてくるね。あのビルのせいですごくにぎわってるみたいだし。ああ、行ってくるがいい。さすがお嬢だぜ。よっぽどあのビルが気に入ったんすかね。ふん、それもあるだろう。だがそれよりも血の予感に酔ってるんだろうさ。うん、なるほど、シャーリー様らしいかと。さすがは俺の娘。どうやら明日はたっぷりと楽しませてやれそうだ。かくして運命の塔は現れ、あまたの因縁を巻き込みながら螺旋を描いていく。What are they doing? ブルブランがいかにも好きそうなシーンだな。
まあこれだけのイベント、彼なら勝手に見に来てそうだけど。おっと、来た来た。あとは彼らに渡すだけか。それじゃあせっかくだからお楽しみの準備もしとこうかな。すごいわ。あのビル、 IBC のテコ入れでやっと完成したんだっけ。まさかあんな綺麗なビルが建てられていたなんて。やっぱディーター市長はやることがでかすぎるぜ。すっげえ。ママアンディ、探検に行ってみようぜ。探検。また怒られるってば。まあ気持ちはわからなくもないけど。すごいの。確かにすごいビルだな。カルバードじゃ考えられないぞ。うちがこの街にこだわるのもわかる気がする。みんなすごく盛り上がってるね。ねえねえキアちゃん、そんなに大きなビルなの？キアちゃん、そこにいるよね。あ、ごめんね、しずく。すっごく大きいよ。色も青と白で綺麗で、スラーっとしててかっこよくて。でも、ん？どうしたの？あ、ううん、なんでもない。なんでだろう。初めて見るはずなのに。キア、あのビル、どこかで見たことある気がする。なるほど。通商会議の本番は明日ですか？ああ、今日のところは昼食会に各種懇談会ってところだな。夜には晩餐会に加えてアルカンシェルの感激があるらしい。ちなみに首脳たちは全員ミシュラムの迎賓館に泊まる予定だ。迎賓館というとハルトマン元議長の屋敷ですね。へえ、あのバカでかい屋敷、そんな風に使われてんのかよ。ま、ハルトマンについては汚職や違法取引に関する罰金が凄まじいほどの額になったからな。その代償として没収され、迎賓館として使われたってわけだ。まあ自業自得でしょうね。それじゃあ当然ミシュラム方面は封鎖ってわけかい？ええ、通商会議の期間中はホテルやテーマパークも臨時休業だ。そっちは警備隊が詰めているから心配する必要はないだろう。わかりました。俺たちの方は昨日に続いて支援活動に専念しますが。それで構わんだろう。招待客の中には昼食会の後クロスベル各地を訪れる者もいるようだ。何か問題が起きるかもしれんから、お前らでフォローしとくていいだろう。了解しました。しかしさすが招待客どもは波のオーラじゃなかったな。特に鉄血宰相、あれはただもんじゃねえぞ。ああ、あのレクター大尉が控えていたのも気になったけど、宰相本人はそれ以上に圧倒的な雰囲気の持ち主だったな。共和国のロックスミス大統領は親しみの持てる雰囲気だったけど、でもすぐ近くにあのキリカさんが控えていたな。カルバードの諜報組織ロックスミス機関の人間、庶民派で知られる大統領だけど、やっぱり一筋縄ではいかなさそうね。でもリベールのクローディア姫はさすがに気品がありましたよね。一緒にいたユリア巡査もすっごくかっこよかったですし。ああ、リベール王国の
王室親衛隊の女性隊長だっけ。なんでもその筋じゃ熱狂的なファンがいるらしいけど。うん、そうだけど私もちょっとファンだったりして。へえ、そうなのか。なんだなんだ、お嬢、そういう趣味だったのかよ。別に趣味ってわけじゃないけど、その前にリベールに滞在した時、王室親衛隊のパレードを見物して、写真集なんかも出ていたから思わず買っちゃったのよね。なるほど。それ後で見せてください。うん、いいわよ。やれやれ、嘆かわしいね。男装の霊人は一種のロマンだからね。僕としては帝国の王子殿下も結構気になったけどね。オリバルト王子か。最近割と聞く名前だけど。リベールの異変の解決に一役買ったことで有名な方ね。それからいろいろな催しに出席して評判になっているみたいだけど、確か王位継承権は持っていらっしゃらないのよね。そうなのか。あれ、リベールの異変の解決に一役買ったっていうことは、エステルやヨシアたちと知り合いだったりするのかな。あ、そういえばあの二人顔が広そうだったし、あり得るかもしれない。ただいま。キーア、サイト、おかえり。お、あら、しずくちゃんは一緒じゃなかったの。ああ、うん、お父さんと病院に戻っちゃった。でもビルのお披露目は一緒に見たよ。すっごかったね。ロイドたちは近くで見たんでしょ。ああ、正直大きすぎてよくわからないくらいだったよ。ま、とんでもないビルってのは嫌ってほど分かったけどな。キーアちゃんの方がバッチリ見えたかもしれないね。うん、すっごくかっこよかった。花火だっけ、あれもすごく綺麗だったし。でもん、どうしたんだ。これからまた仕事に出かけるの。ああ、夕方には戻ると思うけど。課長の方はどうですか。今日は俺はここで待機だ。何かあったら連絡するから遠慮なく出かけてこい。はい、お言葉に甘えて。端末をチェックしてから出かけましょうか。Check our next little line of missions.Old America Road Monster. Oh wait, reported? For old tome's sake. Oh no, it's because I looked at it, right? And then we have another monster. I've been informed that there is a large quantity of potentially valuable ancient texts in Stargazer Tower. Naturally, as a librarian, I'm quite keen to get... Oh! Wait, what? I did these, though.Why are they showing up still? Is this broke? This might be like a bug. Okay, so it's really just these ones. Which is Monster. A charioteer from the Empire to stage a concert, but a musician has disappeared. This is an urgent matter. Could you please help me find him? Bracing for battle. We'd like a special support section to join us for a training session. Lynn and Aeolia.And Marie gone missing. She's a kitten. Okay, I kind of want to do this one. It says they're in America. いろいろ来ているけど、この演奏家の捜索っていう。いやー、でもまさか遊撃士のお姉さんたちの訓練ってのは色気がねえけど、時間があったら寄りたいよ。いい機会かもしれませんね。こちらの猫の捜索という。ああ、東通りに引っ越したボンドさんのところ、いろいろ大変そうだし、できれば力になってあげたいな。そうね、私も賛成。
私たちを頼ってくれたみたいだし、忘れずに訪ねてみましょう。タワーのお披露目とビップたちの来訪で街も浮き足立っているみたいだ。いろいろ回ってみるのも楽しいかもしれないね。I think I'll probably end it here. Yosh, ikka, doko ni ikou kana? And we'll start trying to go out and do this request. I might actually do the request off screen, not gonna lie. I don't know if it'd be super important to show, to be honest.They said they were around here, right? I think. The end. Is that you join us for a training session. In other words, let's have a scrimmage. I make a request like that now at all times, but because it wouldn't have been a fair match until now. I guess you're not wrong, unless you put it so bluntly. Don't take it too harshly, at least this means we recognize your skill. My downtime just happens to overlap with Lin's. That was a shame. Those two were just...We're here, this fight would be even more daunting. Still, you gotta point opportunities like this don't come around every day. Wizzy, would you please stop tainting Noel's innocent mind? Your new members are right, funny, and from the look of it, quite skilled. I am. Do your worst. Oh yeah, does that mean you accept? What's the call, leader?You're on. If it's a fight you want, then that's what you'll get. Yeah. We're all set to go. What do you say we take this outside? By which I mean consider your challenge accepted.
free hopping into the hearts of every damn girl I see. Fuck it. Let's bring my boy in. Let's go. オラオラ邪魔すんじゃねえ。行くぜ。俺の番だな。やった。行くぞ。俺の番だな。That was horrible. 任せてくれ。それ。おっしゃ。行くぞ。やった。俺の番だ。よし、行こう。行くぜ。任せてくれ。You better than that。よし、行こう。おっしゃ。行こう。任せてくれ。行こう。おっしゃ。ぜ。は、ちょろいぜ。Wouldn't it be bad if I said it did? How about we go all out this time? Us two versus the entire... What? You want to fight all five of us? Oh, shit. It's an Eastern technique known as Qigong. Ellie has the fallback ability, so I think it's better for her. Clearly we have to deal with her. She's really out here. Oh my god, dude. Just exploded status elements. That's kind of horrible. I'm not gonna lie. I wasn't expecting something like that. Thank you. Thank you. Thank you.They're all so perfect. Gosh, dude. How is she like? Fucking. Ow. Dude! She's so quick!負けるか。それ。まずいね。それ。助かります。まずい。えい。ザイス。あ、待って。俺の番だな。それ。ザイス。行くよ。行くぞ。Look at this! Look at the many times they get to go!
So quick. Thanks. Hi. I need it. Hey. Thanks. 俺の番だな。行くよ。はい。やあ。任せろ。行きます。目標。任せろ。Oh my God! That move. 面倒だな。Who's going next? Lloyd is. Is that him? それ、ありがとう。負けるか。まずいな。めったな。Hell yeah. Thank you. 行くよ。やったぜ。あたしの番だ。よっしゃ。Far back, she shot. Wow. And then she's going again. Dude. She is no joke. I could watch you go back and forth for hours, our pleasure.
Hell yeah. Slight adjustments in the forces exerted in a completely different way. It's used by the practitioners of the eight leaves, one blade style, which of course means Arius knows it too. Highway monster. Let's try this musician manhunt one. Mueller. Crossbow station. Yosh. Doko ni ikou kana? Now, I know I was gonna end it. I kinda wanna go on a little bit. I wanna at least maybe I'll end it once I finish the little question. Crossbow station is down here, I think, right? Look who it is. He's in disguise. Is it who I think it is? Is Olivier on the run?
love those two. Alright, well, let's start at the Harbor District, because she said that might be a good place to start. Look at Mishy. It's a Mishy. I don't see any sign of Olivier. I'm glad that we got to see a little bit of him, like, become Olivier. Let's try back alley. Because he likes the shady places. Garanti. This jerk of a customer pressured me into getting totally hammered last night. What was the other places? The musician Olivia Lenheim, penchant for sketchy locales. He's a sketchy bastard. And I love him for it. Downtown District. Back alley. Oh, you've got to be shitting me. Oh, bitch and moan some more, why don't you? Those voices, Lloyd, look. I'm a great A, dumbass. You're a great triple S. You haven't even come up with... What is going on? How the hell is Wald's group just kind of falling apart? Look who it is! It's our boy! Such needless conflict will only link the chains of hatred across your otherwise delightful hearts. To you who choose to scuffle in the streets, I give the timeless gift of song. It is a soothing yet mournful ballad intended to unite the hearts of those ragamuffins who have lost their way. Brightly shooting stars, leaving trails in the skies, like a guiding light, they show me the way to your eyes. This yearning passion tears my heart in twain, and the cruel moon mocks my pain. If this fleeting dream shall never be, oh, shut the hell up, Blondie! Oh, hello there, little kitten. Is something the matter? As you can see, I'm in the middle of a delightful performance. Autographs will have to wait. Moreover, it would be quite dangerous if you kicked me down from this height. Why, there may not be an Would you shut up? Quit your caterwauling and get off our roof! Fine, fine. Please, let me go. I said get down. Ah! Well, at least he's down. You alive, Blondie? Go. Guess so. Well, that was something. This ain't even fun anymore. The hell was up with that? Ack. Forget about him. Let's bail. Oh, Olivier. All's well that ends well? Would you look at that? I've managed to nip the bud of a blossoming fight here in the city of Sin. Once again, my mellifluent lute has brought
peace by spreading the gentle cords of love. Sometimes I'm almost frightened by my level of genius. Sure. Look at him. Excuse me, but are you alright? That sounds like a hard fall. Worry not, my fair lady. A fall of that height was absolutely nothing to a man who has kissed the dewdrop skies of this very continent. What's wrong with this guy? Do excuse the minor interruption. Now that I've regained my composure, we can continue my grand sonata. Gather around, ladies and gentlemen. Now, where was I? If this fleeting dreary... Please, you don't have to do that. Hey, Lloyd, could he be... A blonde musician in a white coat. He definitely fits the description. Mueller said he could be a handful, but he's nothing like what I expected. You must be Olivia, am I right? The one and only, my darling. It is I, the unparalleled genius, wandering bard and seeker of love, Olivier Lenheim. Praise be the Adios, as it is by her grace that you have had the pleasure of witnessing one of the famous impromptu performances. Engrave this day in your hearts, for it has surely been a once-in-a-lifetime experience for you all. Right. Hold on a tick. You know my name before I introduce myself. How's that possible? I don't believe I've uttered my name once since coming to Crossbow. Have we perhaps met somewhere? Not exactly. We're at the Crossbow Police Special Support Section. We've been looking for you per the request of your agent, Mueller. You know who we're speaking of, right? Ah, I see. You're the ones. That Mueller. He's just as much of a warrior as ever. Surely he knows by now that time apart will never dampen the measure of our love. On the contrary, it makes our hearts grow fonder and bolder. Wait, are you saying the two of you are... Yeah, no, I seriously doubt it. That's beside the point. Can you come with us back to Mueller now? I'm afraid not. Officers of the law, I have to make the most of Crossbow while I still can. I'll be quite occupied tomorrow, you see. Occupied? Nothing you need to concern yourself over. But do keep in mind that if you claim to be unable to look the other way, I will do everything in my power to give you no say in the matter. Oh, really now? And just how do you plan on doing that? Wait, is that the famous Julia Schwartz standing right over there? What? Really? Where? I can't believe they fell for that. I don't see anyone. Where'd she... Hey! Ugh. Till next we meet, new friends. Ta-ta! Wait. He got away. We just fell for the oldest trick in the book. Of course, Senior Captain Schwartz wouldn't be in a place like this. I can already tell this dude is going to be a pain in the ass. Reminds me of Lecter. Never mind that. Let's chase after him. The only question is, where did he go? Why don't we check the other places? The back alley or harbor? Okay. Let's go to the back alley. That's a lot of people. They must be here for the Mishy event. But this is what the theme park staff are doing for the day, seeing as Mishy Land is closed. It's a shame Teal isn't here to see this. I think they're about to do a dance number. Why don't we stick around and for it? After all, we're already... Wait, is that... I love you, Mishy! He's doing a dance number with Mishy. That guy who joined is funny.
Okay, everyone all together. Let's dance and make a wishy with Mishy. Olivia and Mishy exchange a firm handshake. Well met and well done, Mishy. To be frank, your dancing prowess is something to be commended. You're not too shabby yourself, fella. Where did you learn to dance? I'm rather fond of ballroom dancing myself. Naturally, my preferred partner would be a beautiful woman, but you were a fine stand-in, my furry companion. Though I suppose I shouldn't have expected any less from Crossbell's most beloved mascot. Stop it, you're making me blush. What in the hideous name is he doing? Looks like he barged in to make some of the spotlight. To take some of the spotlight for himself. Remember when Neeler asked us to prevent him from drawing attention to himself? That's out the window now. Uh-oh, I do believe I've been discovered. My apologies, dear Mishy, but I must vacate the premises. That's too bad. Let's dance together at Mishy, I'm wondering. Next time. Now that is one wishy I promise to bring to fruition. Parting is such sweet sorrow, but the bond we have forged today will linger in my heart for aeons to come. Adios, mi amigo. Bye. He cut and ran. I get the feeling he's used to this sort of thing. On the bright side, this narrows down the number of places he could have escaped to. So that leaves the back alley. Oh, I didn't mean to do that. I keep feeling like he's going to be in Garant. Olivia? Wow, he's pretty good, isn't he? Thank you for listening to my serenade. Bravo, you're amazing, mister. What would you say to signing on as our live entertainment for a while? I'd be willing to compensate you, of course. My, that does sound oh so tempting. I gladly accept your gracious offer. Wait, just a darn second. What's this? Found me already, have you? Now you're going around taking random side jobs? This dude's got some screw loose. I urge you to cease this admittedly well-earned flattery. Why, I can feel my cheeks reddening. No one's flattering you, jackass. We're taking you with us this time. Now, surely you must know when to give up. Life isn't meant to be a constant chase. You have to stop and smell the grand rose, too. Sip it slowly like a fine wine. And so I shall offer a gift to brighten up your weary, dreary hearts. A melody woven with the very essence of love and devotion. Oh, what troubles you, mademoiselle? Make no mistake, while a melancholy sigh may have its charm, a beautiful young woman should never be without happiness in her heart. Let me make something perfectly clear. Neeler requested that we retrieve you, no matter what it takes. He even authorized us to use force. As a matter of fact, he insisted. Point taken. I surrender, I promise. That smile is more terrifying than the things that usually scare her. As disappointing as this is, the time has come for me to sail with the tide. Very well, then. Would you be so kind as to escort me? Just to be safe, I think it'd be better to tell Mueller to come here, as much as I'd hate to put him out of his way. That's definitely the safest choice. No doubt he tried to give us the slip the second we stepped outside. It pains me to see how little trust I instill. You'll live. Anyway, I'll try contacting the station to see if someone can get a hold of Mueller. Good work, everyone. Thanks to all of you, I was able to corral this nuisance before he got too carried away. No problem. I'm glad we could help. Corral? Well, you make me sound like common livestock. And I know for a fact that I'm so much more to you than that. Then again, degradation does have its own special charms, I suppose. If that's what you're into, I'm more than happy to take all the abuse you can muster, my dear Mueller. Shut up. I take it back. Please don't hurt me. My apologies, everyone. This idiot and I have a bit of a history together. He never learns his lesson, so I always end up having to cut his leash shorter and shorter. Sounds like you're used to dishing out tough love. Love doesn't begin to cover it. There's nothing like having a companion who truly supports you.
Then again, who wouldn't want to accompany one such as myself, known for almost as many virtues and good deeds as the goddess above? Does that count as heresy? I don't even think Aedios could get this ne'er-do-well to repent. I'm afraid you're right. But as far as I'm aware, the Church's sermons aren't nearly as hard-hitting as mine. No, please, I'll behave myself, Mueller, please. Please, don't encourage his savagery, I beg of you. Something tells me this is their usual friendly banter. We should be going. There's still quite a bit on our agenda. Thank you again for all your help. Don't mention it. All in a day's work. If you don't mind me saying, I wouldn't take my eyes off him if I were you. I know all too well. And so our revelry reaches its inevitable denouement. I bid you adieu, ladies and gentlemen. May we meet again, fate's permitting. Sure. My only regret is never receiving the luxury of frolicking with Mishi at the oft-rumored resort perk. Wait just a moment. Your division takes on contract work, yes? But that mean I could request you to serve as our guides. Ah, me and my strokes of genius. Why, we'll have so much fun that even an incorrigible sourpuss like Mueller would... Ah, Mueller! It was just a joke! Wait, no! And there they go. Not every day you meet a duo like them. On second thought, I feel like there's more to those two than meets the eye. Well, you heard him. Fate's permitting. You might get the chance to ask them yourself sometime. Honestly, that might be more trouble than it's worth. That man, he basically threatened Olivia the entire time, but... Is he? No, it couldn't be. Something wrong, Ellie? You've been pretty quiet. No, it's nothing. Cool. Then I think this one's a wrap. Ready to head off, Floyd? Yeah, let's go. You dimwit. For once in your life, could you keep your whims in your head? You know full well what kind of place Crosspell is. It would make my life infinitely easier if you took more consideration for the position you're in. What's this? Sounds like someone's been fretting themselves over little old me. Besides, you know I can't help it. I just have to see all this city has to offer before my duty shackled me. I feel I've come to understand why they dubbed this place the City of Sin. But that's not all. I've caught wind of a certain someone we know who has been shifting his pieces behind the curtain. Is that so? Then at least you managed to get something useful out of all this. Indeed, and thanks to you, Mueller, I was able to have a little preview of what's to come. Which reminds me, how goes the arrangement? I'm only able to romp and frolic about the way I do because I know you can manage just fine without me. I'm not the one to be concerned about, but yes, I've already contacted them. They needed to know that our schedule has been delayed. No thanks to you. In that case, let us make haste. It would be unbecoming of us to keep two lovely ladies waiting. Oh, Olivier. Gotta love him. He's just a weirdo. We got the cat one to do too. A dangerous monster. I feel like I want to do the cat one. Second floor of the Akaya apartments on East Street. I'm gonna save it just in case anything triggers by accident. For doing the cat one next, but I just want to, I feel like I want to, the monster one will be easy to take out. こんにちは。ちゃんと見てくれた。正直なところ、
警察というよりギルドに頼むような、君たちのことが頭に浮かんだから。ええ、そう言っていて。なんでも子猫のマリー、一体いつから？ああ、はっきりしたち昨日の夕方過ぎからなんだ。家族みんなで東通りの露店を見ているときに、目を離している隙に、その後。ああ、それで夜になるまでみんな。今朝になれば帰ってくるって。すまない。サニーたち。ちなみに何か。ああ、といってもそれらの情報によると、さすがに中央広場方面へ向かうマリーを見たという人がいてね。昨日はもう夜も遅かったから、それ以上は追い切れず。で、音沙汰なく今朝に至る。となると、市内であればどこへ行ってても不思議。つまり、捜索範囲は市内全域ってことかな。もう少し何か手がかりが。失礼ですが、これまでにマリー。いや、それが一度もない。何しろマリーはサニータによく懐いていた。それに臆病な子だから、自分から離れてどこかに行くのはどうにも考えづらいんだよ。だから何かの拍子で僕たちを見失って。なるほど。とにかくまずは街に出て探してみるしかないのかしら。なあ、とりあえずはそこから始めるしかなさそうだな。僕も落ち着いたらまた長丁場になりそうだ。そうですね。いえ、他は大丈夫な。そうか。じゃあロイド。そうだな、昨日の繰り返しになる。まずは足取りを追う意味でも東通りから調査。ま、だ捜査の。ちなみにこの東通りでマリーちゃんがい。ええ、それならこの辺りでは一番のお気に入り。ああ、今朝は確認してないけど、もしかしたらひょっこり姿を見せているかもしれないし、店主のマルテさんには昨日捜索を手伝ってもらったから、来ていればよければそ。なるほど、わかりました。ところでボンドさんの方はこれからどうされるんですか？幸い今日は仕事も休みでね。もう少ししたら昨日の続きで捜索を始めるつもりだけど、東通りの人たちには昨日のうちに大体声をかけて回ったからね。今度は中央広場の方を地道に回って情報を集めようと思ってるんだ。何かあったらいつでも声をかけてほしい。了解っす。それじゃあまずは。あ、Time to find a pet。East Street. Fishmonger. You? Oh yeah. Eh, just. Ah, Bond-san 一家の子ね。でも、念のために置いてあったあの子の、少なくともさっき。そうですか。あのご家族にはいつも非なんとか。ええ。ご協力。まずはから。ロイドさん。ああ、あとは捜査。それはいいんだ、ティオちゃんがいない。そうなんだよ。でもまあそこはなんと。あれーな。 Oh shit. Hello. Randy. Surely. Randy に、お兄さんこんなところで何し。どうでもいいだろうが。それじゃあそっちのお姉さんの体に聞いちゃおうか。また思いっきりボンでみたいし。ちょっと見ての通り特務支援課のお仕事でね。君たちに関係のある話じゃないから絡まないでくれないか。別に絡んでるつもりはないんだけど。ちなみにどんな仕事なの？はあ、それでそのマリーって子、これからどうやって探すの？ああ、これから警察犬の力を頼って。それ。え、お兄さん、犬は詳しそうだけど、猫にもっとさ、マリーって子の気持ちになって考えてあげないと。
どういう詳しいことは知らないけど、その家族さだったら答えは一つだと。そうか、どうして気づかなかったのかしら。 They went back to their old house. 住宅街だわ。ほーん、そこにま。そうか、マリーは初めから家に帰ろうとしただし、新しい。なるほど。どちらかというと犬は人に、猫飼い主とはぐれた後の猫の行動パターンを考え。確かにコッペなんかも支援課のビルから離れねえしな。それじゃ先に行ってるか。まさに気まぐれな子猫。いや、虎の子と言うべきかな。シャレになってないんだけど。まあ、ドンパチが絡まなきゃそこまで危険なやつじゃねえ。すぐに飽きるかもしれねえし、様子を見てみるとし。わかった。俺たちも早く。Residential district, here we come. Kitty cat should be, Hello. あんまり遅いからか。それでど。あ、で。ねえお姉さん、犬派とね。お、諦めろ。特務支援課とか言ったか。その説はどうも。ちょっと話を聞きたいんだけど。へえ。そういうことかよ。心当たりあるみたいね。お互い時間を取るのもなんだし、とっとと話しちゃくれねえか。はあ、ユリ。例のふざけた取り締まりで世話になった子、それなりの誠意を見せてほしいところだよな。土下座とか裸踊りとか。Can someone slap these dudes? そりゃいいや。そういうわけで土下座か裸踊りに決定。ああ、野郎の裸とかいらねえから。この人思った以上に最。やれやれ。何か感じ。脅すわけにもいかねえし。ああ。ねえねえ、お兄さんたち、なんでこんなのに手間取っちゃってるわ。え？ Oh shit！ はいはい、さっさと吐こうか。それとも抵抗して胃の中全部ぶちまける。おい、このガキ、ユリに何しやがっ。うざいな。こいつ殺しちゃうよ。ちょっと待った。うん、やれ。お前らとっとと言う通りにしろ。そいつはやばい。ためらいなく本気でやるぞ。わ、ね、猫なら来たよ。軽く脅してやったらすぐに飛び。だからまだ近くにいる。これでいいだろ。へえ、かわいい子猫を脅す。それってこんな感じ。She got both of them. お兄さんもこうなりたい？さて。どうやらマリーは近くにいるみたいだよ。急いで探し。ちなみに彼女は警察とはな、猫に噛まれたとでも思うんだね。うせえ、お前たち。それじゃ次。なんとい。ええ、すごい迫力だったわね。あの細腕で大の男を二人。さすがは最強の両兵団の娘。さっきの殺気はランディにも通じるところがあるよね。一緒にすんなっつの。もう何して、早く行かないと。ああ。There she is. Kitty! Oh, where's she going? Demo, あとは使う。
いたぞ。ここからは。ああ、これ俺とエリーを迂回して行政候補。了解です。いや、ランディと君はこのまま。あった。ほっ。Let's get her。さあマリー。心配しないでいいから。マリーちゃん。ほらほら、何もし。She loves animals. Oh, she went into Ark and CL. Ah, Minasama, Ima Koneko got totsuzen hike tte, mono sugoi speedo de kake nukete itta no desu ga. Ah, sumimasen, jitsu wa ore tachi.その子猫を追っている最中なんです。その劇場。ええ、むしろそうし、本日は夜にちょうどアーティスト全員が休憩。よかった。それじゃあパパ。ちなみにそれがあまりにすごい勢いだ。ただその階段を駆け上がっ。なるほど。そうね、ちょうど飛び。そうだな。じゃあシャーリーは。え？ちょっとどうしてそ。もうなあ、ひょっとしてお姉さんたち。そういう問題なんだか面白いことになっ。お前まあここまで来たらおかしな真似はしねえだろ。ジャリー、ロイドに変なちょっかいかけるんじゃ。はいはい、まお兄さん可愛いけどシャーリーの趣味とは違うしね。可愛いって。とりあえず手分けして劇場内を探すことにしよう。みんな一通り調べたらああ、もちろん。しかしこうして話してると無邪気で気まぐれな女の子にしか見えないけど、さっきドラ息子たちを脅かしたさっきは一体どっちが。あれれ、ひょっとしてシャーリーに惚れちゃった。惚れません。とりあえず2階の S 席を調べてみよう。I got, I'm with Shirley. That's kind of funny. Okay, let's go find it. さてなっよし。It's gonna jump, isn't it? 安心。な。Oh no. You. まだまだ。いや、どうやら邪魔をしたようだね。ごめんなさい。Very bad time. いいところだったみたいなのに。いや、俺の爪が甘っ。とにかく。念のためエリーたちは。え、わっ。あれ、あれは。やっぱりリーシャじゃない。アーティストは全員休憩中だったんだ。昨日の夜を本番前の最終チェックとして衣装合わせをしていたんです。それよりも子猫が入り込んだそうですね。なあ。そうなんだけど。ってあれ、俺たち逃げた子猫を追って。なんだ。少なくともこちらには。いや、みそうみたいね。宇和島エリー、その様子だと見て。すると俺たちが見。玄関を閉じてもらった。やっぱりこのホール付近が怪しい。うん、どこかの影に隠れてるかも。そうですね、一度全員です。ま、こちらの。ああ、そお姉さんすごいね。さっきから狙ってるのに全然隙がないんだもん。そいつは俺の負傷の。あ、まあ気にしないでやってくれ。ランディさんの。シャーリー・オルランド、シャーリーって呼んでね。いや、お姉さんのことはアルカンシェルの舞台で。こうして近くで見るとまた破壊。いいな、大きくて羨ましい。すでに私は一度被害に遭っているから。いいじゃん、減るもんじゃないんだし。これも何かの縁ってことで。あれ、ケリー。あんなところに隠れていたのか。
私勝利俺が二人のフォローにまた逃げてくるかもしれないし。了解しました。I hope we can get it. Oh, no. いけない。舞台でも一体誰が？このくらい。Jeez. すごい。何も取って食おうってわけじゃないんだから。いい加減安心しなよね。Shirley lightly scratched Murray's neck. That's cute. Just a little bit. 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 Just a l i t これから一緒に降り、もう暴れちゃダメだよ。なにさ、いきなり。まずい。わお。Damn. That was badass. She did like a twirl catch. どうやらなんとかなったみたい。ありがとう。お姉さんには助け。ああ。俺からも。いえ、とっさに体が動いただけですから。それに。私が出しゃばらぬそへえー、わかん確かにあのタイミングなら飛び込んだら助けられたけどとりあえずお姉さんのジャンプとダイナミックな胸の動きが見られたから満足かなシャーリーご愁傷様あそれにしてもまさか舞台にこなのに確認もせずまあいいんじゃない誰かが怪我してええですからとりあえずそろそろボンそうだね現金だなこいつそうねさっきまであんなに怯えてだこの子が言うとものすごく説得力があるよそれじゃあご協力ありがいやいやあねえねえお姉さんのことリシャありがとうリシャそれじゃランディ様一子あれが噂のブラッディ・シャーリーマリーもうどこにごめんなさいでもありがとうこうして帰ってきこれからは勝手に一人でどこか行っちゃダメだよかったわねこれで一件だ君たちにはなんと俺を我が家の大切なマリーを以前は主人を皆さんはいえそれに今回は俺たちよりもすっかり怯えてしまっていたマリーをマリーあなたもしかしてその Oh shit Does she get to Does she get the kitty? 心配しなくていいよマリーからサニータのことは大好きだって聞いてるからさのろく話を散々聞かされて参っちゃうくらいにねそねそれじゃあそろそろシャーリーも帰ろお兄さんたちとも遊べたしマリーとも知り合いになれたしなんといってもとっておきを見つけちゃったしねおいまた近いうちなんだか台風台風というよりたったくおじきももう少ししつけかけってのまあ今回に関してはできれば彼女にとにかく君たちあらこのご恩はまた何かありましたら We did it Shirley and her love of cats is kind of cute そうね無事すまねえな先輩それにそうね、なんだかま、確かに悪気はねえんだそれだけに、結構厄介だななるほど色
女の子の気まぐれに振り回されるのも。それでどうするん？そうだな、まだ支援要請は。一度支援課に戻って休憩してもいいかもしれない。そうね。そんじゃあ、Yeah, we're not doing that yet, though, because we have one more request to do. East Crossbell Highway. Yosh, doko ni ikou ka na? Sa, iku zo. Touchaku da.Dude has to be, maybe he's like right near Crossbell. I don't know. Nope, it actually doesn't look like he is.
The East Highway, though, would be toward Tangram, right? So why would he be up here? This is the question. Like, I don't think I'm going the right way. どうしますか？目的地を選んでください。お安い御用です。はい、到着しました。Oh, there he is. I see him. That was harder than it should have been to find. Are we ready for him? I don't know, but we're gonna go at him and give it a shot. Oh my. There's a lot of them. I didn't know there was so many.Also, I have to change、who's our backup. Hey, okay. Alright, that was all the request for this run of the story so far. I'm enjoying seeing a little bit more into Shirley. From where I got to see her as a little bit older, and how she, like, I mean, you get signs of how her real behavior is in the other games, but it's kind of cool to see even more. On the next part, we're going to turn in these quests at the SSS building.And just kind of go from there and see what happens. Leave a like, guys. Subscribe. Share with a friend. And on the next part, we will continue. Bye-bye.